今日はガジュマルの植え替えですね。まずホームセンターで売ってます。あとこのこれ、これを混ぜます。腐葉土とか普通の土でもいいですけど、こんな感じで混ぜてあります。で混ぜたらこんな感じで入れます。もうちょっとそうしたらこんな感じで体にいいですかね。もうちょっと冷やしたらまだ大丈夫かな。これを当分入れてあげて、これ水はけがいいですよね。水はけが良くて水詰まりがしないんかな。こんな感じで出来上がりです。結構ね、割と簡単にガジュマルの植え替えできます。あとはたっぷりの水をあげてればいいかな。可愛いね、ガジュマルさん。こんな感じです。